です、今回はねキャビンって映画なんですけど紹介していくのは、ロストとかねクローバーフィールド、の監督さんドリュー・ゴダードっていう監督さんが撮った作品で、ホラーコメディになるのかな。まあ結構まあグロいし、まあ そこそこ怖いんでね面白い作品なんですけどにちなんでまた今回もいろいろ考えたんですけど最初に思っています。ごめんなさい。ザン。はい、ザン。まあ、手抜きじゃねえかってね。いえいえ、ちゃんとね、エリザベスの横にね、ちゃんと、貞治も書いたんで。もうね、表現しようがないんですよね、キャビンって言われてもね。こやって言われてもね。ということで、今回の映画は、キャビン。キャビン。ね、キャビンということなんですけどね。これね、まあちょっとネタバレに入っちゃうのかもしれないんだけど、まあ細かく言わないようにするんだけど、まあまあ通常ね、の話でいくと5人の若者がいて、まあセオリー通りというかね、こういう映画の鉄板的なネタとして山奥にある、まあ山小屋に行くんだよね。行って、まあそこで一人ずつ、まあ徐々に命を落としていくっていう流れなんだけど、実はこれね、そうかな、裏ではね、まあ、ある研究所があって、そのスタッフたちがその若者たちをなんつったらコントロールして、もうちょっとやらしい気持ちにさせる煙浴びされさせたりとかね、飲み物に若干なんかちょっと暴力的なものを入れたりとか、眠くなるようなやつやったりとかね、裏でコントロールするの実は。で実はその山小屋でもセットだったりとかするんだけど、その中で、施設の中でね、もういろんな施設が実は世界各国にあって、まあ、ある理由のためにどうしても生贄が必要だから、そういう若者たちを、まあ、厳選してもうそういうところに、まあ、要は誘導してる感じなんだけど、そういう研究所のスタッフたちがね、まあ、でかい組織なんだろうけど、でもうストックホルムが失敗しちゃったとかね、で地球の運命もかかってるのかな、その運命を決めるのは残された日本とアメリカだみたいな。アメリカは1998年以降ノーミスだけどみたいな、で日本は一回もミスしてないとか、日本は日本のねお化けが出てきたり、いろいろそういうのも出てて、全部モニター越しにね研究所で見てるんですよね、スタッフが。で加減してたりする、どこどこの国が今回は勝つよみたいな。ちょっとね異色なホラー でこれ面白いのが、反巨人とかね、そう悪魔の生贄とか、それこそヘルレイザーね、まあ、ピンヘッドに似てる感じなんだけど、釘じゃなくてノコギリ刺さってるんだけど、まあ、13日金曜日とかね、そういうね過去のありとあらゆるねモンスターとか、そういうやつらのね、オマージュ、もうすごいいろんな作品がねもう入ってるような、もう面白い斬新なストーリーで、ちょっとねコメディホラーとしてもすごい面白かった作品なんで、これちょっとあんま言っちゃうとちょっとあれなんだけど、あれってなんだよ、まあ見てくださいよって話なんですけど、これおすすめなんでね、まあ、そこそこ面白いと思うし、まあまあ怖いっちゃ怖い、で最後どうなるのかっていうのもちょっと、ね、こんなんなのっていうこちらなんで、ね、ぜひちょっと見てほしいなと。まだまだね、おすすめの紹介してるんで、よかったらチャンネル登録してください。それじゃあまた、バイバイ。